高所作業トレーニング KST。 高齢者はもとより若年層までの全員が自分自身の平衡感覚について自覚し、無理な体勢で作業を行わないようにするとともに、毎日のラジオ体操の際に平衡感覚を養う訓練及び保護具、事故の体調チェックを行い、その運動を職長はよく観察し、適正配置をすることにより、墜落災害防止を図ることを目的とする運動です。テープを聞きながら、誰にでも簡単にできて、お互いにゲームのような感覚で競い合ううちに、自然と必要な平衡感覚や柔軟性、筋力などが養われ、無理なく続けることができます。皆さんこんにちは。お元気ですか？働く人にとって無事故無災害は最も大切なことです。その根本は健康な心と体であり、強い自己管理意識にあります。年齢が上がるとともに平衡感覚や脚筋力は著しく低下しやすい機能です。しかし毎朝3分間の KST 運動をすることによって、それらの機能の維持増進を図ることができます。それではこれからマンズマンテストと片足立脚法の基本姿勢についてポイントをご説明いたしましょう。マンズマンテストの基本姿勢についてご説明いたしましょう。利き足を前に約15センチぐらい後ろに逆足を位置します。この時つま先やかかとが左右に開かないように、一本の直線上に立つことをイメージしてください。上体は姿勢を正しくするために、両手を背骨の両側にある脊柱起立筋に沿って縦に添えましょう。これらの姿勢が取れましたら、目を閉じて20秒間バランスをとってください。万が一バランスを崩して足の位置がずれてしまったり、大きく体勢が崩れてしまった場合は、一旦動作を中止し、気持ちを整えてからもう一度やり直します。自分自身の安全意識を高めてください。片足立脚法の基本姿勢についてご説明いたしましょう。両腕は肩の高さで横に開きます。利き足を軸に上体を支持し、逆足は床から10センチ以上上げます。この時上げた足が支持足に触れないようにしてください。これらの基本姿勢ができましたら、目を閉じて30秒間バランスをとってください。終わりましたら反対側も行います。万が一バランスを崩し支持足がずれてしまったり、大きく体勢が崩れてしまった場合は、一旦動作を中止し、気持ちを整えてからもう一度やり直してください。以上のことを守っていただき、 KST 運動を始めましょう。これから KST 高所作業トレーニングを始めます。音楽に合わせて楽しくあなたの平衡感覚を育ててください。職長さんは目を開けていて、しっかり確認してくださいね。マンツマンテスト、皆さん平均台の上を歩くように一直線上に右足を前に出して、左足を15センチ離してください。そのまま目を閉じて20秒間動かないように頑張ってください。準備はいいですか？それでは用意始め。
少し頑張って。5、4、3、2、1、はい、やめてください。動かずにできましたか？次は片足立脚法。皆さん、今度はかかしのように片足で立ち、目を閉じたまま30秒間動かないように頑張ってください。まずは右足。それでは目を閉じて、よーい、始め。左足がついていないですか？頑張って。あと10秒です。5、4、3、2、1、はい、やめてください。うまくできましたか？次は左足で挑戦です。それでは目を閉じて、よーい、始め。10秒経過。誰ですか？よそ見しているのは。あともう少し、我慢して。5、4、3、2、1、はい、やめてください。皆さん、お疲れ様でした。次は安全帯思考訓練。お互い向かい合って安全帯のフックをかけてください。安全帯はあなたの命を守るものです。いつでもかけられるようにしておきましょう。これでKST は終わりです。今日も一日元気で安全作業をしてください。いかがでしたか？継続は力なり。毎日続けることで健康管理と安全作業にぜひお役立てください。